こんにちは、あおいです。はーい、じゃじゃーん、銀の盾をいただきました。ということで、私もついに銀の盾をいただいちゃいました。イエーイ、キラキラー。めっちゃ大きくない？まさか自分がこんな風にいただけるとは思ってもいなかったので、届いた時めちゃめちゃ嬉しかったです。皆さんのおかげです、ありがとうございます。今日はこれをせっかくいただいたので、普段話す語るみたいな YouTube 撮らないんですけど、これを機にちょっと過去を振り返ったりとか、これからのことについてお話できたらと思います。まずきっかけは、もともとインスタでいろいろ発信することをしてたんですけど、インスタやとやっぱ静止画やから、まあ、止まってメイクの仕方ってこううまく伝えられへんかったりとか、言葉で伝えてもそれがそのまんま同じニュアンスで伝わるかのが難しくなってきて、フォロワーさんからこう動画とか始めてほしいですって声をいただいてたので、YouTube やってみようかなと思って YouTube を始めました。YouTube を始めて最初はカメラの前で一人で喋るとか、なんかこういう風にこう年齢ですみたいな感じすることにピントが合わへんかって、何回もやり直したりとか、何回も噛んだり、同じこと何回も言うてしまったりとかして話が長くなっちゃったり、知らへんかったくせに気がついたりとかして、そしたらメイク動画を撮るだけで何時間もかかったりとかしてたんですけど、気がついたら一人でも撮れるようになってましたっていう成長を最近は感じてます。YouTube を始めて、今までしたことない、お仕事だったりとか、国に行けたりとかして、私はね一番楽しかったのはギリシャがすごく楽しかったです。ギリシャが一番楽しかったし、一番大変やったっていう思い出がこの1年ではあります。なんか海外の方が82人ぐらいかな来て、その中に私1人だけだったの、英語が話せないのが。でなんかみんながこう会話してる中に入りたいのに入られへんっていう悔しさも味わったし、でもなんかこう言葉がなくても通じ合えるものっていうのも感じて、すごくこう人間ってそういう感情でこう会話できるんやなっても感じたし、あとは今まで見たことのない景色を見ることができたこととかはすごく楽しかったし、思い出やなと思ってます。あの時は YouTube を始めて全然まだ立ってない時やったから、本当ついていくのに必死って感じだったけど、今1年経ってみたら、もっとあんなことできたな、こんなことできたなって思えることがあるから、まだ1年後ぐらいに行きたいと思ってます。今までで一番こだわってる動画はファッション動画全般はすごくこだわりを持ってやりましたね。なんか他のやつがこだわってないとかじゃないんやけど、なんかファッション動画ってただこうします、ああしますっていうのもありだと思うんですけど、やっぱそのシーンに合わせたりだったりとか、こうおしゃれにシュンシュンってこう切り替わったりとかがしたら、すごく見てても面白いんじゃないかなと思って、めっちゃ何時間もかけて撮りました。だからすごくそういう変化だったりとか合わせ方はこだわりました。こだわったかな、今までで一番恥ずかしかったのは忍者。外国の方がやっぱ観光来た時にどこに行っていいか分からへんっていう悩みがあるとか、まあ、そういう、どこをまた日本らしいのか分からないみたいなお悩みがあるっていうのをまあ聞いて、そういうのを発信していこうと思って、もう自らこう忍者とかどうとか言ってやったんですけどなんか友達とか家族とかこう身近な人から、青いあれは運動神経の悪さがもう一発で分かる動画やでってみんなから普段連絡が来へん子とかからいっぱい来て、嘘と思って、結構自分の中で忍者になりきったのにと思って、でもなんかそう近い人に言われるとすっごい恥ずかしくなって、マジでやらかしたかなと思ったので、みんなもう一回ちょっと振り返って見てみてください。私なりにすごい忍者になりきってるからよろしく私にとって YouTube はいろいろ気づかされるコンテンツというか、いろいろ自分にとっていろいろ気づくきっかけになる場所というか、なんかこう心が強くなった気がしますなんか YouTube を始めて最初はすごくメンタルが弱くて悲しかったりこう辛かったり、もうどうしたらいいんだみたいなことも正直すごくあって、落ち込んじゃった時もあったんですけど、でもここまでやってきて本当に良かったなと思ってるし、ここまでやってこれたのは周りの仲間
だったりとか、こういつも応援してくださるフォロワーさんのおかげで、そうなんか悲しいことよりもやっぱ嬉しかったり楽しかったりすることの方がこう多かったから、ここまで来れたなと本当に振り返ると思います。この先も多分いろいろあるし、もっともっとこう自分の中でこう頑張らないといけないことだったりとか、こう、うん、乗り越えないといけないことがあると思うんだけど、なんかそれを一つ一つ乗り越える成長をこう動画で伝えていけたらと私は思ってます。結果より経験をすごく大切にしてるので、こう目の前にあるチャンスはできるできないじゃなくやってみるっていうことを私自身が一番になって、そういうなんかこう少しでもそういうことを見て私も頑張ろうって思ってもらえるような動画を発信していけたらと思っちゃったりしてますという感じで、語ると長くなってしまってすいませんこの先も多分こんな感じでベラベラ喋ったりとか、一人で反応して一人で突っ込んだりとかしちゃってると思うんですけど、応援してくださると嬉しいです。また動画出していきますので、これからもよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。